マイエンブレムは、日本の競争馬立党、藤原秀明旧社に入級し、2008年4月5日、未勝利戦でデビュー、8番人気で急着に終わった。9月の未勝利戦後、兵庫県競馬組合、園田の総和寺下、栄旧社に移籍する。D 級戦を勝つと、次に、いきなり重賞の楠木ノ賞に挑戦。 岩田康生を安城に迎えたこともあり、不審が続いていた、兵庫ダービーババンバンバンクを抑えて一番人気に、押されたが、4馬審査の2着に終わった。その後条件戦に連勝を挟んで、再び重賞に挑戦した、新春賞も、バンバンバンクの3着に終わったが、再び条件戦を2連勝して出走した、六甲坂月は、 競合が不在だったことも味方したが、一番人気に、答え見事レコードタイムで圧勝した。続く桜賞も一番人気に応えて解消した。その後、中央再転入が決まり、立党、笹田和秀旧社に移籍。中央再転入初戦となった2009年5月17日の4歳、以上1000万下では、竹豊を安城に迎えて二番人気となったが7着に。 敗れた。続く6月21日の3歳、以上500万下では一番人気で出走。レースでは2コーナー付近で先頭に立つと、最後の直線でアドマイアーゲインの追撃を首差で振り切り、中央初勝利を挙げた。続く7月25日の天草特別では2コーナーまで後方で待機していたが、 三コーナー付近で進出し、四コーナーで先頭に立つとそのまま押し切って解消した。その後、休養を挟んで11月15日の、ドンカスターステークスにクリストフスミオンを安城に、迎えてのレースだったが13着と大敗した。続く12月27日の2009、フェアウェルステークスでは再び、竹豊を安城に迎えてのレースだったが、13着と大敗した。 5歳となった2010年は5月1日の桃山ステークスから始動したが12着ととの負けを喫した。続く6月26日の秋ステークスでは中段から追い上げて3着と構想した。8月8日の宮崎ステークスでは3番人気に押されたもののいいところなく8着に敗れた。6歳となった2011年は4月17日の陽春ステークスから 指導、後方から追い上げたが4着に敗れた。続く5月22日の訓風ステークスでは7着、6月11日のナダステークスでは14着に終わった。その後、園田十、10、畑勝都市9社に移籍した。7歳となった2012年は4戦したが、未勝利に終わり、競争場登録を抹消された。ありがとうございます。